どうも、古書仁澤です。週刊古書一レビュー32回目南部古書会館開催の五反田有効会のレビューを行っていきます。台風の影響で天気の心配もされた今回ですが、雑感想はこんな感じです。着いたのは9時10分くらい、すでに20数名が並んでおりました。いつもですともうシャッターは開いて外台の準備をされている時間なんですけれども、今回はシャッター自体が開いておらず、あー雨予報だしねーと思っていましたら、十数分後シャッターが来まして、通常ですと入場時間まで紐テープみたいなのが貼ってあるはずなんですけれども、それもなく、入場どうなのかなーと思っていましたら、シャッターが上がりきった段階でもう中入っていいですよみたいな一斉解除となりました。常連さんの中にもいいのみたいなリアクションの方がちらほらいらっしゃいましたので、レアケースだったのかなとは思います。今回の開き方が雨予報なので特別になされた仕様なのか、それとも今後こういう形でやっていくのかがちょっとわからないですけれども、仕切りがあるのに侵入しようとする輩がいるいつもの五反田よりはむしろ健全な入場かなという気が個人的にはしました。さて、お楽しみの五反田のガレージでは小冊子系で面白そうなものがちらほら見つかりまして、喜び3で拾っていきました。キム・イルソン関係の冊子がちょっとまとまって出ておりましたが、結局買わず、もう頭ニコニコ動画でして、これ購入物紹介の時に根拠流したらウケんじゃねーみたいな、それだけのために買おうとしてた自分がおり、ふと正気に戻ってですね、そんな邪念が入るなら買うんじゃないということで戻した次第です。ガレージを堪能してから2階に上がり、目についたものですと、おそらく高校生が文化祭かなんかの折に作ったであろう同人誌、そちらが数百円でまとまって出ておりまして、面白そうだなぁと思ったんですが、なんかあれですね、こういう商売を始めてしまうと売るのはちょっと厳しいかなぁとスルーいたしました。結局購入はガレージでのみ、全部で11冊2400円分購入いたしました。それでは購入物紹介ご覧ください。どうぞ。はい、今回の一冊は陸軍被服本省被服品学協定昭和11年12月改訂版です。お値段は300円。陸軍被服本省で用いられた教科書と思われます。織物の原料や染色のための素材、革製品の取り扱いについてなど事細かに記載されております。またこのように素材のサンプルが貼り付けられており、文面だけでは伝わらない手触りを体感できるようになっています。かなりの量の書き込みがありますが、当時の陸軍被服本省がどのような教えを授けていたかを示す貴重な資料であり、個人的にはこうした書き込みは大歓迎です。いずれ動画目録の方では書き込み本特集とかしたいなとかぼんやり考えております。もう本チャンネルの動画もすっかり古書一レビューしか更新がなくなりまして、各種の目録とかはもううんともすんとも言ってない状態ですけれども、ぼちぼちどうにかしたいなぁとは思っています。よろしければまたお付き合いください。ご視聴ありがとうございました。ではでは。